ピッチャーがライト？ピッチャーライトです。ライトがどっかどうかどっかって言ったな。まあ気にしないけど、ピッチャーしか見てないです。ピッチャーがライトとかライトつまりかな。簡単に掘ると、ね、取るね、ちゃんと。おお、マジか。スーッと行ったんですよね。スーッと行ったんですけど、その悪いわね。はい、あの右に綺麗に打たれた。あんま記憶ないな。ちょっと高かったんですよ。ちょっと高いよ。だから、あったんで。お、マジかっていう。打んのかなと思って。結構びっくりした、あれ。ボール速いやっぱり、なかなかかっこいいポジションと大事ですよ。飛ぶタイプのバット使ってるんで、じゃあ長いやつ。ガイン。もう多分まっすぐ一本でいいと思います。はい、それでいくよ。ピッチャーから、ピッチャーから。ピッチャーから。スバッティングのイメージで。これちょっとそろそろまとめて点取るんちゃう？二回目ですか？僕らが食べれば水谷さんが返してくれますよ。おう食べましょう食べましょう。じゃあ4点入るってこと？3点入る。3点か4点ですね。助けないでいいよ、助けないでいいよ。絞って絞って、好きなとこだけ。オーケー、高い高い、オーケー。これほんまに分からへん、どこになったら。さっきのピッチャーのいいんじゃないですか。オーケー、えー、ラッキー、ほらそれよそれよそれ。僕打席前に前に。似てあるよ。やっぱり元通り。前に打って必ず一番打つ。前に出て打てないんですよ。景色が違うので。景色が違うから。4番で3点とか4点が現実を帯びてます。4番はやっぱりそのピッチャーも嫌が変わるしな。整いました。OK! 整ったピッチャー助けてくれないですよ。整ってきたぞ。整いました。整いました。まあでも4番で打つことも それまだストライク入ってないよ。助ける必要ないからね。助けんでよ。こういう時は打たない。打たないっていうのは監督の言葉で。追い込まれていいから。セカンドのゴールでいいから。あんなのベルトの高さのまっすぐだけ。さっきのグルピーゴールあるじゃん。スクイズだったら大丈夫。いや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 、全然オッケーオッケー。この辺でね、もう一球やってもいいよ、もう一球。カスカスカス。こすってもとる。やだ。でも一緒だよ、変わんないよ。勢が悪い。まあやたり見てみなさい。球種絞って大丈夫ですよ。たまに YouTube 暇の時見る。そんなの。あれ、ヤングピッチャー。次はコンパクトに行きましょう。大盛りに出ちゃう。ちょっと待ってくれよ。気持ちよかったですね。うわぁ、当たってね。当たってね。当たってないですね。なんかタイミングが。どんまいどんまい、行こう行こう。さあ長距離砲どうか。チャンス広げてくれ。締めたもん一応。あとあと。ツーベースなんです。そうなんですね。そうなんです。手前で止まらないから。コーンに当たって跳ね返ってくるみたいな。動いてないですよ。一番普通に動くなってよかった。
1番からノーアウトランナーで出てアウトね。ちょっときついな。惜しかったな。これやるじゃないですか。ここから2人ランナー出て僕に回ってて挟まらないで僕セカンドボール美味しいやつ。次の回最終回今時間があるんですけど8時3分あーギリギリやね。次最後かもしれんな。次の回最終回って可能性あるな。絶対このペースで7回いくとは思う。ロックだよな多分な。5回の表ぐらい。そうか。おー前だから思い出たい4番5番のところで。いい反応いい反応。左のピッチャーは出てない。ワンポイント。その入らないっていうのは、草野球のレベルなのか、高校野球のレベルなのか。ワンポイントだね。バッティが効いて。さあ1点ここで1点さあ1点入るよ1点入るそうか5球にストライクなんで3人に2人はフォアボールが出たんですなんかタイムになりそうゆっくりパックの中にもったいないです。